1711年のブラッティクリークの戦いは、1711年6月21日、安城戦争中に行われた戦闘である。アベナ貴族がアナポリス川岸で、イギリスとニューイングランド民兵連合軍を待ち伏せして、勝利を収めた戦いで、後に、この場所は、この戦闘にちなんで、ブラッティクリークと呼ばれるようになった。 現在のノバスコシア州カールトンコーナーのアナポリス川に注ぐこの水路では1757年にも戦闘が行われたこの戦闘はアナポリスロイヤルを守っていたイギリス軍の戦力を削ぐためのヌーベルフランスによる策略の一部だったイギリスはその前年にポートロワイヤルを攻略したばかりでこの地域の守りに多くの人数を避けなかったこの攻略で すべての兵が戦死、または補修されたことにより、フランスとインディアンの同盟軍は奮い立たせたが、彼らには大砲がなかったため、イギリス軍を効果的に攻められず、また、イギリスがカイロ援軍をよこしたため、戦闘を放棄した。ノバスコシア州のポートロアイアル、現在のアナポリスロイアルはもともとアカディアの首都であり、 アカディアが発見された翌年の1604年に入植が始まって、それから100年の間、アカディアの首都であり続けた。その結果、この地域はイングランドの植民地とアカディア住民との限定的な争いの場となり、1613年、サミュエル・アガイルに率いられたイングランド軍によって破壊されたものの、結局は再建された。1690年には、 マサチューセッツ湾直轄植民地から攻略されたが、1697年9月20日のレースウェイク条約でフランスに返還された。アン・トリデの砲台1710年のポート・ロワイヤルの戦いでニューイングランド民兵とフランシス・ニコルソン率いるイギリス海兵隊がこの地を攻略し、アナポリス・ロイヤルと名を改め、トリデもアン・トリデと解消された。またその後、 民兵と海兵隊からなる約450人の兵が、砦に駐屯した。その後何ヶ月かの間に、正規兵も駐屯隊に加わったが、駐屯隊の存在が功を奏していたのは、砦とその周辺だけだった。砦から3マイル以内に住むアカディア人は、駐屯隊の保護下にあったが、そのアカディア人たちには、イギリス国王への忠誠が強要された。 481人のアカディア人が中誠を誓うように言われたが、1711年の1月半ばの時点で、実際に誓いを立てたのは57人に過ぎなかった。ポートロワイヤル陥落の知らせがフランスに届いたとき、海軍大臣のポンシャルトラン伯爵ルイ・フェリポーは、フランス人カトリック宣教師を、現在のメインとニューブランズウィックの和花木連盟に派遣し、 フランスはこの地で強力な足場を築くことができた。また、フランス人の父とペノブスコット族の母を持つ、ベルナール・アンセルム・ダバデド・サンキャスタンは、アカデアの最高指揮官に任命され、伝道師たちと同様の命令を受けた。アナポリス川中東隊にとって、ポートロワイヤルでの最初の冬は、ことのほか厳しく、1711年の初めまでに、主官を含む、 実戦配備のイギリス兵たちが死亡、または病気や逃亡などで人数が240人も減ってしまった。もう一つの難局は、砦の修理に必要なだけの食料や物資が入手困難であることだった。アカディア人たちは、中東隊の手助けにはさっぱり乗り切れなく、サンキャスタント、ゴーランの行動もこれに拍車をかけた。アナポリスロイヤルのアカディア人は、 インディアンがキコリを攻撃する恐れがあることに言及し、中東隊に必要な焚き木の伐採を拒否した。イギリス軍はこれに対抗して、キコリたちをインディアンから守るために武装勢力を送り込んだ。キコリと武装勢力とは、アナポリス川上流の森林へと送られ、切り出した木材でイカダを組んで下流に流した。1711年5月、ノバスコシア総督のサミュエル・ウェッチは、 この森林伐採の一団と、イギリス軍を支援していた者たちが、イギリスの統治に反対する、ミクマク族とアベナ貴族に攻撃されたという知らせを、受け取った。ベッチは、自分の報告書にこう記している。現実砦には、インディアンたちが人目を避けるように出没し、その数は増え続けている。そしてワンビューの村人たちも、攻撃を受けたと書いている。砦の修復のための木材を、 何が何でも手に入れるため、ベッチはニューイングランド民兵による70人の部隊を結成し、大尉のデビット・ピジョンを指揮官に任命して、砦の義士と共に川の上流へと遠征させた。ピジョンは、木こりたちに砦まで木材を持ち帰れば、賃金をもらえ、イギリス軍の保護を受けられるが、もしそうでない場合は、厳しいことになると命令を出した。ピジョンの一行が出発してほどなく、 ゴーランとサンキャスタン率いるインディアンの武装勢力がアナポリスロイヤルの北に到着した。インディアンたちはイギリス兵が現れた時に攻撃と待ち伏せを行うように命令を受けていた。このインディアン部隊の全体的な大きさと構成は正確にはわからない。ベッジは150人と報告したが他の文献ではせいぜい50人となっている。多くの歴史家はこの部隊は アベナ貴族主体としているが、ジェフリー・プランクをはじめとする何人かは、ミクマク族も何人かいたと主張している。イギリス軍の注意、ポール・マスカレムは、一時は、地元のアカディア人が何人が混じっていたのだろうと思っていたが、彼らが、そのつい先日到着したことを知って、アカディア人はいなかったのだろうと考えを改めた。この部隊の指導者が誰で、どの民族であるかもまた不明である。 ヌーベルフランス総督、フィリップ・ドリゴード・ボードル・イユの報告によれば、ライマユという名のものがこの勢力を率いていたとある。ニューイングランド民兵は6月21日に、一隻の捕鯨船と二隻の平底船に分乗して、アナポリス・ロイヤルを出発し、アナポリス川を目指した。潮の流れのせいで船が遅れ、彼らの到着より先に、出発の情報が伝わっており、 このためインディアンの部隊は後にブラッィクリークと名がつく水路の加工で待ち伏せすることができた。捕鯨船は平底船よりも早く進み、インディアンたちが待ち伏せをしている場所に着いた時には他の2隻より約1マイルも先にいた。インディアンの不意打ちは完璧だった。一人を残して捕鯨船の兵は全員殺された。砲撃音を聞いて平底船の兵たちは 急いで、捕鯨船に追いつき、無防備にも奇襲された、捕鯨船の方へまっすぐ近づいた。これは、騎士で待ち伏せしていたインディアンたちの標的となり、かなりの死傷者が出て、生き延びた者たちはインディアンに取り囲まれて降伏した。この戦闘による死者は16人、負傷者は9人で、その他は捕虜となった。ノバスコシア総督、サミュエル・ベッチ・ブラッティ・クリークでの勝利により、 地元の抵抗勢力は再び活気づいた。そして、名目上は、イギリスの保護下に置かれていたアカディア人たちは北部へと撤退し、その後直ちにアカディア人とアベナ貴族、ミクマク族による600人の部隊が結成され、ゴーランとサンキャスタンの指揮のもと、アントリデに結集して、そこを封鎖した。この砦の駐屯隊は、 人数が少なかったが、アカディア人たちの部隊は大砲を持っておらず、砦に攻撃の爪跡を残すことはできなかった。さらに、砦は海からの援軍が可能だった。ゴーランはニューファンドランドのプレザンスに物資と包囲戦続行のための武器を求めて向かった。総督のフィリップ・パス・トゥール・ドコスタベルは物資を供給したが、この船が運悪くも、 ケベック遠征中のイギリス艦に遭遇して打砲されてしまった。この遠征はその後セントローレンス川で8隻の艦が遭難したため当初のケベック攻撃の目的を放棄した。ノバスコシア総督のベッチは地元民兵の指揮官としてこの遠征に同行していたが200人の民兵を連れてアナポリスロイヤルに戻った。その時すでにアカディア人とインディアンの包囲軍は撤退していた。 1711年と1757年の戦闘のモニュメント安城戦争が終わるまでアナポリスロイヤルはイギリスの支配下にあったがアカディア人とインディアンは1713年のユトレヒト条約で平和が訪れアカディアが正式にイギリス領となってからも抵抗を続けたこの抵抗を活気づけたのは戦後イギリスがアカディアの土地と自由を侵略したことに対しての フランス側の奪還の思いであり、ユトレヒト条約の当事者とならなかった安倍なき、ミクマク両部族に対する懸念もあった。インディアンたちの対イギリス抗争は、1720年代のダマー戦争と発展した。これは主にニューイングランド北部での戦争だったが、ノバスコシアのイギリス人入植地も攻撃された。アカデアをめぐる英仏の対立は、七百五十年代の フレンチ・インディアン戦争、そしてアカディア人追放まで解決の目を見なかった。そしてブラッティクリークはフレンチ・インディアン戦争中の1757年に再び戦闘の舞台となった。この場所はその後カナダ国定史跡に認定された。二次出展、ありがとうございます。